はい、到着いたしました。普通のちっちゃな家に見せかけて、やっぱこれ奥行き、あーでもガソリンあるんじゃないこれ、ひょっとしてガソリン調べれんのかい。ほんで調べ、ちょっと、あのごめん、なんか見ちゃいけないもの見ちゃった気がする。ねえすぐれすやべえやつここいるじゃん。なにこれ、え、入り口どここれ。あ、ここね、施錠済み。こっからツンツンできない。あ、いけるわ。あ、しかも痛い、ちょっと待って。あ、でもずっと俺のターンいけるわ。いる？あー、他のゾンビが目覚めちゃったけど、あ、こっからでもずっと俺のターンいけるから、これはちょっと皮をね、ゲットしたいんだよな。下にワンちゃんいそうな感じしてません？ちょっとこっちのゾンビをやっつけといて、吹っ飛ばして。痛い、なんか痛えな。あ、お前かい、やばい。ちょっと HP の上限値が減ってっから、あの一撃がかなり痛いわ。ちょっと待てよ、これ大丈夫か。やっつけといて HP、 ちょっとね、ねえ、私あの HP の上限値がかなりえらいことになってるから、ちょっとあの2回ぐらい食らったらもうダメだね。よし、やっつけた。この下にイワンちゃんいない、大丈夫。ちょっと1回回復させてもらいまして、大丈夫かこのまま行ってね、私ねすげえ一抹の不安あるんだけど。あ、しかもナイフ持ってくるの忘れた。でも皮はありがたいから、一旦これ、あのね、クエスト受ける前にわざとこの子倒して皮を回収する予定だったんですよ。これね、 DF の世界ね、この動物の皮も結構重要ですから、意外にね。でこれちょっと二度おいしいやる。一回ここ壊しといて、二度おいしい、はい、おいしょ。あ、これ、あ、回復してね、これ。え、今回復しませんでした今一瞬。あ、でここから調べれるわ。いや鉄パイプってもうちょっとええもんもらってもええんちゃうんこれ。ほんでガソリンは重要ですから、ガソリンをもらうだけもらいましょう。のね、あ、ここにもボックスあると。でこれもらっといてからだよ、からクエストを受ければ、あのまたブーちゃんもう一回倒せるでしょこれで。あー、そこに寝てらっしゃる方がいらっしゃいまして、もう一回ドゥドゥン、ほら消える。あ、もう一回現れる。でここから、ほんでスニークショットを打ってぶっかましていく。ほらね、痛い。もうあの HP が今少ないんだからさ、やめてもらっていいですか、そういうの。本当にごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。よし、でリロードしていいんじゃない。これちょっとスニークは、ほら、ウップしてる。なんか自分から食らいに行った感じがするの今。はい、いや、つけていく。どうやねん、じゃルート袋置いてきな。ちょっと大丈夫か私クエストね、これ。いやー、やばい、ウップいる。ちょっとやっつけとく、もう一回ウップやっつける。オッケー、マツコさん倒してルート袋回収したいけど表示されなくて、いや、もうすぐ目の前にいた。もう振り向けばやつがいる。ちょっとあの私 HP 少ないんだから今これやばいっすね。 HP の上限値もっと上げないとワンパンでいっちゃうぜこれ。ワンパンいっちゃうぜこれ。ちょっとこっから入ればいいかな。あー、まだいらっしゃいますね。こっからはスニークでトン。あ、違う、ちゃんと弾温存していこう。よし、なるべく槍で倒す、なるべく槍で倒したいけど、そうもさせてくれなさそうですね。とりあえずやっつけていきましょう。とりあえず爆発する前に吹っ飛ばしいの、はい。あとはやれそうな敵は槍でいきましょうか。ここ行ってトン行って、私の槍が今もうマックスになってるから火力バッチ上がってますからね、私これで。こう見えて強いです。はい、ふさおさん今槍が最強に強くなっております。ガンガン積極的に攻めていきましょう。今回はエリア一掃だから、あ、シャシャ言ってますね。いや聞こえる。でアイテム回収しときながら、ガソリンありがたい、ここも調べれる。はい、缶詰。ここのエリアは何、あ、ストライキゾンビがいる、この子に。あー、こっちにもたくさんいらっしゃいますね。まだまだやば、こっち来てるわ。はい、もうなんか撤収決めなくてももうなんかいい具合に倒せるなこれ。おいおい、あとは回収できるものと回収できないものが結構多いな。あー、いるこっからずっと俺のターンで行って、はい、どうもやばい、ドゥクドゥク来るじゃないこれ。届くこれ、届く、やったかこれ、やれてるか。あ、やれてますね、意外に窓越しで。あ、窓越しでやれました。オッケー、ナイス、結果オーライということで、ここ解除済みで、あ、でこっちから回る感じね。でまだいる、はい、ドゥクドゥク寝てる、そこで。ここで木槍でやっつけといて、オッケー。でこの方は痛え、ちょっと待って、痛えわ。毒吐きはちょっとほんと勘弁してほしいですけど、ルート袋回収させてもらいましてとね。あ、ショットガンの弾もらいましたね、ありがたいですね。ちょっとここまで漁り切れてない感がすごい否めないので、もうちょっとだけ見させていただきます。ほら
ねえ、出ました、オレンジマーマレードのスキマスティック、使う、これを覚えましょう。でこっちの中は何もない、んでこの上も何もないですね。ここに段ボールが2個ありまして、何もいいもん入ってないですねびっくりするぐらいアイテム入ってないんだけど、これは一撃必殺でぶっ壊して何もない。この下のチェストもそんなことある空っぽって、この上はなんかこの上なんかありそうですね。ここはここか、はしご上がります。ちょっと嫌な予感がするな、嫌な予感してる。嘘だろ、こんな室内に鳥貴族さんいる。やった今、あやったね、結果、あ結果おらい、あうまい偶然偶然にも。でワンちゃん倒したらちゃんと、いや骨ナイフちゃんと持ってこればよかったですね。これだったらカワハギがたくさん取れると思うんですけど、まあでも石斧でも取れなくはないかな。いやあんまりなんか、うん、損した感がすごい出てるけど、まあいいか。であとはここのクレートボックスをいただいて、中身はと、うん、微妙。こっちはこれもいただきますなんかなー、なんだかなーみたいな結果だなー。これもらえるのはありがたいんですけど、ルートがあんま美味しくない。ラッキーゴーグルはめてるはずなんですけどね。はい、来ました、スキマスイッチ、これ覚えます。でここの中身も回収して、あこれはアップルジュースはウェルネス1、これ使っておきましょうか。使って壊された作業台、壊されて壊れたか、うん、なもんですかね。オッケー。あとはエリア一掃するがまだ残ってるから、上の階でこれで外に1回出るのか。で1回外出て、あそこに二日酔いボーイがいて、ウップ来るんじゃない、またウップ来るから、ウップ対策で先に仕留めてリロードして、ない、はい、オッケー。一撃、いや違うね、二撃、オッケー、二撃だ、うん。でこの外のアイテム回収しつつ、この給水塔みたいなところ危ないですね。まだそこに点マークがついてるから、あこの敵やっつけて、あここにもいるね、またブーちゃんが復活してる、あいた、あそうだ、これでいいかい。で、あこの子は倒さなくちゃいけないの、どっちにしろ、はいはいはい、あいやもうぶんだ、もうだからさ、足音全然しないんだから、もう本当にそういうところだぞ DF、 立ち悪いのがマジで、横向いたらいるもん、ゾンビがめちゃくちゃびっくりするんですよ。てかこれ槍がさ、ずっと強攻撃なんですよ、これ右の右クリック強攻撃しまくってるのに、スタミナが全然減らないから、めちゃくちゃ強いんですよ私今これ。で、はい、このグレース倒して、どうよ、まだダメ、まだ一層、あトレーダーと話すなりましたね、よーし。でこれで二度おいしいやるじゃないですか、はい、ありがとうございます。でここは二度おいしいをやらさせてもらって、このブーちゃんはちゃんと解体していきましょう。ありがとうな、すまねえな、ちょっと、よーし。でガソリンを、これガソリンが今貴重ですからね、まだ結局ガソリン作れないから。でアイテム回収して、回収したね、オッケーかな、よし、クエスト完了です。全然地下なかったですねこの上も一応見ますか、給水塔のところ、これもなんかありそうっちゃありそうだから、上登りまして、ほらなんもないでしょほらとかつってほら、あね、なんもないそうだろ、ここ開けたらあれよ、ほらね、なんかあるんじゃない、これ水が出てくるだけ、いやそれ給水塔だもんね、うーん、なんもないわごめんただびしょ濡れになっただけです。はい、戻ります。さあさあさあ、始まりました、本日もとおさんがお送りするセブンデイズツーナイタークリスマスのお時間がやってまいりました。はい、ということで前回はですね、科学ステーションを作成させていただきました、こちらですね。そしてそしてシンクの方、あちょっと待ってよ、シンク、あもうできてるわ、みんなワーキングシンク、前回ちょっと途中だったんですね、これ作ってる途中で、はあこれ形変えれるな、見た目は2つ、うわー実用シンク、なんとか影石シンク、おかげ石シンクっていうのこれどっちやねん手洗いな感じするな、こっちの方がなんか業務用っぽくてなんか水出そうな感じするけど、どっちも汚ねえな見た目だなあ、うーん、いやこのかまどもういらないですよね、よく考えたら。松明回収、これちょっとここに置いてある松明回収したいんだけど、これ
でもね、土地主張ブロックが置けないから結局これ壊すしかないんじゃないかな。これもちょっと一回壊してここにシンク置きたいじゃないですか。なんか水と食べ物は上がいいかなと思うんで、一旦ちょっとこれ外せないから、これちょっと一回壊しますね。これえい、壊しました。で松明回収してここにシンク置きたい。なんかもうちょい、まあ、手前に置きますか。でこれが実用シンクってあって、これどうやって使うんだろう。これに、空のグラスを持てばそういう感じになります。空のグラスって私持ってませんでしたっけ。あ、ボールがあるわ。これでどう、これ、はい、え？なんか私違うもん作ったかな。で、これにこう入れとく。いや、ちょっと待てよ、これ使い方求む。右クリックも左クリックもダメで、え、粘土ボール、この空のボールはダメなのかな。あ、あるわ、空瓶1個あるわ。これはどう。あ、いけたそういうことね。まあ、空瓶ならここで無限に水が汲めるようになったと。あ、ボールはダメと。あ、はい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 、わかりましたわかりました、ありがとうございます。で、シンクを作って化学ステーション前回作りましたと。で、クエストの報告がまだだったのでクエスト報告していきます。狩猟ナイフが18のライフルスクラップ。あ、狩猟ナイフ欲しいんだよね。なんかね、カワハギ用のなんかアイテムとか武器が作れるっぽいんですよ、なんか見た感じ。とりあえず狩猟ナイフもらおう。で、何か仕事はあるかで、ティア3、あ、ついにレクトもティア3に突入した。あれ、ちょっと待って、ティア2とティア3がもうごっちゃになってきちゃってるんですけど、レクトってティア2でしたよね、そういえば。あ、ついにですよ、バニラの方もティア3になった気がする。え、ごめん、前からティア3だったらちょっと本当に申し訳ないんですけど、え、ティア2でしたよね、さっきやったのって。さっきじゃない、前回か、動画的には。あれ、もうでもどっちにしろ今両方ともこれでダークネスホールズの方もこっちもティア3に見事なりました。ありがとうございます。新しいレシピは何か教えてくれる。何もないで、何もないでね。他に仕事はあるか。で、トレーダーだもんね、これね。よし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 、増えてきたぞ。423m ゾンビ殲滅作戦受けときましょうか、まずは。よし。で、じゃあ荷物の整理整頓しときます。そう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 、思い出した。私なんでこんなに皮を集めてるのかなって、もう目的をねだいぶ忘れてたんですけど、これよこれよ、そうだそうだ、みんな思い出したわ。ここで私はミディアムバックパックってこれを作りたかったんですよ。布切れ銃とダクトテープにあります、ありますあります、布切れとダクトテープ。ダクトテープと布切れ、布切れ、ほら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 、これでこうして、これがあれで、これでよーし、ミディアムバックパック作る。5秒、いいですね、ありがとうございます。これも皆さんに教えていただいた。いやー、ミニアンパックパック来た、これ使う。はい、お、あ、減った。え、いや、減ったのか。あ、あー、ここまで解放されてる、持てる量が一気に増えた。あ、これでかいわ。あ、ありがとうございます。ミニアンパックパックはマジででかい。これもう一個作って、もう一個覚えたらこれ増えるとかそんなないよね。重複はしない、さすがに。いやー、ありがてー、これ。あ、次はラージパックパックだね。マスターサバイバリスト。あ、サバイバル系を伸ばすと、これが作れるようになるね。はー、来たこれ。めっちゃいいじゃん。これ、でかいっすよ、この一列。よく持てるようになったのは。いや、これはマジでありがたい。そしてね、私がもう一個作りたかったのは、これ。英語でよくわかんないんですけど、エンハンスドスキニングデバイスって、これ多分ね、カワハギなんじゃないかなって思うんですよ。これね、ダクトテープと狩猟ナイフ、あ、いや、ちょっと狩猟ナイフもう一個いるわ。ごめん一個でいいと思ったらもう一個いるや。狩猟ナイフって私作れたと思うんですけど、これも革があって、連鉄が8あれば作れそうですね。連鉄は8ぐらいあるから、これでもう一個狩猟ナイフを作ったら、で、さっきのスキニングなんとかってやつをこれですね、これがいけるようになると思うんで、あと50秒。いや、もう意外に時間かかるな。そして待ってる間にお待ちかね、私はスキルポイント1取っておりますから。よっしゃ、科学だ。これでガス管が作れるようになったんじゃないですか。ありがとうございます。オイルシェールが少なからず256ありますから、これで化学作業台でようやくガソリン管が混ぜるな。危険。2560。あ、めっちゃガソリンできるやん。あ、よかったー。これで世紀末バイク満タンまで持ってけるんじゃないですか。
よし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 、順調です。皆さんありがとうございます。かなり順調にものが進んでおります。そして、使用ナイフの31ができましたんで、これでだ、このエンハンスドスキリングデバイス、これ作ってみたいですよ。これを作れば皮がいっぱい手に入るんじゃないかなっていう思ったんですけど、まあ、でも今意外にですね、前回ブッチャー倒したじゃないですか。ブッチャー、あの子がですね皮めっちゃくれたんで、今142枚あるから、まあそんなにいらないっちゃいらないからまあやっぱちょっと作っといて、これ使いたいじゃないですか、こういうモッドのアイテムとか武器はね、装備道具系は。でどんな感じになるのか、これで皮剥ぐんじゃないかなと思うんですよ、スキニングなんとかで。そうすると多分いっぱい皮が取れるんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。3秒2秒1秒、はい、できました。これです、こちらちょっと待って、これ何、あの見た目めっちゃハサミみたいなさ、すごいなんかごつい感じのさ見た目してるのにさ、袋ってもうさテクスチャーおかしくなっとるやんこれ。アンエンハンストスキニングデバイス、ハーベストモアレザーパーロール、ってことはこれで多分何らかするんでしょうね、きっと。ちょっとわかんないんですけど、とりあえずまあ持っときますわ。動物倒したらこれでカワハギしてみましょう。そしたら次はね、さあではですね、早速ティア3向かっていきたいと思います。ここ行ったことあるね、このここ行ったことあるのかどうかわかんないけど、いやただこれマップを開けただけか。それでは早速ガソリンがこれで全部出来上がりました。2892。せっかくなんでね、このティア3のクエストは世紀末バイクの方で行きたいと思います。ガソリン全部入れました。残り3292残ってる。ガソリン 86%、 これでも 100% 入らないんだね。よーし、さてさて世紀末バイクでサクッと向かっていきますか。ほんならちょっと待って、この細い道をあえてここで通るっていうか、もうちょっとちょい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 せっかく出発式なのにさ、なんかどもりたくないじゃないですか、ここで。よし、エクセリンが世紀末バイクだ。ちょっとなんかスピード遅いような気がするんですけど、あ、そんなことない、そんなことない。よし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 、早い、ミニバイクより全然早いじゃないですか。ありがとうございます。お腹空いてますね、大丈夫かなこのまま行って。まあとりあえずティア3サクッと、お腹が空いてる雰囲気で出ますけど、まあまあそんなことよりもこの世紀末バイクでサクッとティア3クリアしていきたいと思います。ほら、走行してる間にもう到着でございます。ここ来たことないな、結果通り過ぎてるか。いや、ここ知ってんぞ、この建物。この建物さ、結構なんか奥行きあったような気もしないでもないんですよね。じゃあ早速向かってきますか。はい、あ、いや、ここ入れないんだ。ほんでで、これはここから登って上から行ってくださいよ的な話かな。上から行けるところなんかあります？ここか。あ、バッグありますね。バッグ回収させてもらいまして、行けるところが一個もないなんてやで、ね、こっからじゃないのこれ。え、違う、これここから入るとか。いや違うね、ちょっと裏、いや施錠済み、車の中は一応しっかり漁っておきます。むむむむ、ここランタンあるってことはこっから入ってくださいよですよね、施錠済みですもんね。お、上なんか別に入れるとこなかったっすよね。ここ上がってこうガタガタして行って、こっち登って、ここなんもないですもんね。お、どっから行くんだこれ。またなんか正解ルートが分かんないパターンなんですよ。ここかな。いや明らかちゃいますよねこれ絶対。まあ、普通にじゃあ横から入りますか。いまいちこのバールがマジでありがたい。いや、いった、こんなところに。あぶな、うぅ、トラゲ。ちょっと待って、漁る前に、いや、いるな。やっつけるだけやっつけて。でも私の鉄槍が今最強に強いから大丈夫です、ご安心ください。どっから入るのが正解だったんだろう。まあちょ、とりあえず漁っていきますか、どんどん。あ、ここか。これ天井が抜けてるからこっから落っこちて下に入ってきましょうみたいな話ね。はい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 、わかりました。じゃあこの辺のアイテムを漁らせてもらいまして、なんかあれですね、 DF は直食べができないんですよ結局。食中毒の確率が高すぎるから、お腹が空いてて直食べしたいところなんですけど、直食べができないから致し方なしで様子見ず。あー、革のソファーもありますね。これでさ、これ使えない、さっき作ったこれ、これ。いや、この使い方がわからんモッドってことかな、デバイスだからモッドなのかな。これで例えばこれ改造するにして、これくっついたり、いや、しないもんね、落としちゃうもんねこれね。何に使う、どうやって使うんだろうこれ。ナイフモッドってことかな、ナイフに使うとかそんな感じですかね。とりあえず進んで
行きますか。こっちから進んで、バスタブ来て、こっちは？あー、ここから下降りれるのか。はいはい、降ります。鳴き声。あー、そうそう、ワインセラーみたいな感じになってて、ちょっと待った。はい。相変わらず、私の HP の最大値が、なんか、ウップ音聞こえたな。いや、いるいるいる、ウップして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 る。やばい。ドクドクしてない？大丈夫だね。あっぶねえ、びっくりした。ウップしてたわ。今、しかも、金庫、でかい金庫ありましたね、今。ゴミ回収しといて、こっち回って、このゴミも回収させていただきまして、ここか。問題は、この、こういうことだね。よーし。来ましたね。5つ目の施設なんじゃないですか、これ。地下。行きましょうか。ここ降りて、やばそうですね。エレベーターじゃなくて非常階段に下に降りるパターンのやつで、はい、非常階段じゃない、非常はしごだね、これは。炭鉱みたいになってて、さすがティア3、施設がゴージャスになってまいりました。でもこの建物、いや目の前にいる。はい、もう一丁。はい、もう一丁。危ねえ。オッケー、ウップ連続、連続ウップ。あそこにもいるね。あそこにいる子はこうしてこうして、もうスニーク今更かもしれないんですけど、リロードしてないよね。ほんで、はい、ヘッドショット。やば、外した。やば、外した。外した。こういう時はもうこれで撃つ。これで仕留めていく。OK。安定の迷子エイムで本当に失礼いたします。そこだけは本当申し訳ないと思ってるんです、私もね。こっちは？これ上に登って。おん？なんだ？何かアイテム回されるわけじゃなくて、こっちから回り込む仕組みなのかな？はい。強い私の鉄槍。あでも開くねえ、ここ。あ、いるわ。あ、これさっきのところ。あー、まっすぐ来たらここに来るってことね。はいはいはい。これどうする、横道から行くパターンが正解なのか、上まっすぐ進むのが正解なのか、いまいち曖昧なんですけど、ここにドクターラボ技術者がいて、ラボ技師か、こっち。じゃあちょっと横から回ってみましょうか。目の前にはいない。あー、でもそこにいるね。その人はスネークダメージ、ボーナス、弓矢で、この辺、6.3%。 まだでもいるね。赤点ついてる。エリア一層だから、赤点ついてるけど、この辺、漁った音で、みんな、目覚めて、うほほほほほ、吹っ飛ぶね。強っ。鉄槍強っ。向かうところ、敵なしとはまさにこのことだね、私の。で、この辺のキッチン回収させていただきます。こっちもいただきまして、次もいただきます。こちらも。回収済み、回収済み、回収済み。取りこぼしおじさんしてません。はい。で、ここ降りたら、来るんでしょ？どうせ来るんでしょ？この辺に隠れてるんじゃないの？違います？そこにいる。まず先制攻撃で、先にやっておく。右クリックが火を吹く。スタミナが減らないのが最高すぎるぜ。あと、この夜勤室かなんかかな、これは。はい。とりあえずロッカー漁らせていただきまして、本棚に本はなく、こっちはトイレ。よっしゃ、応急キットありがたい。やばっ！ウープ音が聞こえたわ、もう。びっくりするわ、本当に。よし。下打ち。爆発しないように確認しといて。いや、でも調子いいんじゃないですか、ここまで。非常に。あ、ここで分かれ道だな。こっちとこっち。あ、ここはいけないんだ。こっち一方通行になってるのがありがたい。で、ここ行って、そこもあって、ここスイッチあって、ここおいしいものボックス、おいしいものボックス、爆発する前に仕留めていく。 OK。 で、軍人ゾンビがいらっしゃいますが、私の鉄槍の目の前には敵ではありません。ありがとうございます。ここおいしいものボックスかな。これで一周回ってどうですかみたいな話だね。あ、そういう感じですね。ここが一番美味しいものボックスかな。オッケー。あ、トレーダーと話すになってますね。よーし。じゃあ、どんどんアイテムを回収していって、回収するだけ回収して、後で全部まとめてみますか。とりあえず、バチバチに連打で回収します。回収、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 回収。回収回収、光の速さで全部アイテムを回収していってと。で、こっちも回収させてもらいますと。はい。で、下も回収させていただきまして、ゴミも回収ちゃんとしていく。取り越しおじさんはないように。これで一周かな。よし。そして、バールの出番です。ワンパン、ツーパン、スリーパン。これめっちゃ楽だな、ほんとバール。バール情報マジでありがとうございます。これにめちゃくちゃ今回救われており。で、これはちゃんと開けますか。ね。はい。ロックピックタイム。ここじゃない。
ちょっ、はい。やかましい。自分で自分が今やかましかったわ、本当に。はい、来ました。ありがとうございます。うまいぞ。解体する。これは、を使って覚える。これも使った。おお、ありがとうございます。大量入荷です、アイテム。で、これで最後はここのスイッチ押して、お帰りなさいじゃない？これでお帰りなさい。え、なんか降ってきたな、今。大丈夫？あ、これ降ってきたじゃなくて、このライトがおかしな感じになってるだけか。はい。こっから出口出れますと。あー、こんなところに分かりやすいハッチあったんですね。よーいし、終わりました、クエスト。ね、戦利品は AK のレシピは解体して、こっちのレシピも解体します。あとレシピ系は、スキルノートの束は6冊で、サプに、オートに、腕、ショットガンの弾、まあっていうラインナップかな。ありがたいっちゃありがたいですね。よし、オレンジティー飲んで上限値上げときながら、OK ですね。よっしゃ、戻りましょう。いや、めっちゃんこ楽だな。世紀末バイク、全然違うわ、ミニバイクと違って速度感が。いや、まあ燃費が問題かもしれないんですけど、まあケミストリーステーションが出来上がりましたから、これでやっぱ1日で回れるクエの数が一気に上がると思うんですよ、私、格段にね。ほら、こういうことじゃないの、これ。めっちゃ楽やで、これ、世紀末バイク。やっぱスピード命だな。よーっしゃ、ただいまー、戻ってきました。ガンガンこれでクエスト回して、ティア3、初めての報告と行きましょう。何がもらえるかな。出た。M4。え？ M4 もらえた。